さのチャンネル。私は今マヨルカにいます。イビサに到着しました。はい、今アリサが結婚式の写真をセレクトしたりとか、いろいろこの人は旅をしてても仕事をしておりますね。私はなん水飲んだりとかしてます。じゃあそこの R13 のゲート、マヨルカ島に行きたいと思います。楽しみ。本当に素敵。アクスタ持って帰ってくれた？アクスタもちろん飾ってる、リビングで飾ってる。もちろんグッズなんで推し活です。運気上がります、うん、絶対そうだねはい、ということで私は今マヨルカにいます。で、前回のマヨルカ Vlog をぜひ見てほしいんですが、前回紹介したことはほぼ紹介しないで、今回はゆっくり Vlog を撮っていきたいので、前回のものは前回の情報で見てください。で、今回は前回ランチをしに来たコラゾンに今回ステイするということで、コラゾンに来ました。やっぱり最高。やっと泊まれる。最高です。部屋がマジでやばい。こんな感じでテルマちゃんと2人であれなんだけど、めっちゃ可愛くて、中シャワールームもこんなに可愛いです。よく見て、素敵ね、これでもっと完璧ということで、アリサさんとなんと2人で結婚式を終えてですね、来ちゃいましたスペインまで。すいませんマイルズさん。でもアリサさんのマイルズを連れてくることができなかったんですけど、今回のうちのマイルズを連れてきたのでてか知ってます、うちアリサさんと結婚式あげたら、もうみんな、よく見てほしいって思うぐらいなんですけど、マイルズとみんな勘違いしてて、ケミオくんのマイルズってゲイじゃなかったのみたいな、まあ、おめでとうみたいな、なんかちょっと渋くなってるけどとか、やばいね。マジ10件以上来てました。やばいねそれ、はい、顔乗せてるのに、はい、でなんかあとあれもありました、なんかあマイルズゲイだと思ってたけど、なんかマイルズヘテロセクシャルっていうのをケミオの投稿で今回知れてよかったとか、そういういい話になっちゃってるの、はい、That's crazy. No, it's crazy that you got married last week. That's even crazier. これが一番怖い。ついに学校の階段。ハリサさん。いつあの式の動画上がるんですか？6月の中旬か下旬。もう広告6万個ぐらいつけてください。確かに。つけないわ。回収してください、ちゃんと。かわいいお花が刺さってる。あ、マルガーリータ？マルガーリータ。どっちがどっちが？あ、レモネードとマルガリータ。ああ、かわいい。It's cute。あ、乾杯してないよ。最悪。じゃあ、じゃあとりあえずこれ。乾杯。乾杯。最高。マヨルカ。来ちゃったよね。やっぱり。もうね、この今回の Vlog はいつもの親切な場所の紹介とかはもう全部端折って、はい、食事とかの長回しとかだけで終わらせて、楽をします。囲って検索して。囲って検索してください。はい、ということでこんな感じで今日はゆっくりします。ジンジャーがあそこで見てるね。おはようございます。今朝8時でテルマちゃんととりあえずカフェ、ホテルのレストランでアイスオーツラテが飲めるんですね。マヨルカでアイスオーツラテ探すの超大変なの。でもここにはあるの、そこに泊まってんの。最高でしょ。だからアイスオーツラテを最高でしょテルマちゃんはずっと私を面白いと言ってくれて、今日朝もう今日の朝言って、今日の朝言って失礼な話しなさい。失礼な話しますね今から。まずテルマちゃんも私も何回も何回も起きたのね。で、まあ起きては寝て起きては寝てってして、結局まあ11時に寝て8時ぐらいまで眠れたんだけど、テルマちゃんも何回か起きてるのは私も気づいてて、結構でもずっと寝てて、パッて起きてテルマちゃんのとこ見たらいなくて、あ、このレストランとかに朝行こうみたいな話をしてたから、あ、多分時差ボケで起きちゃって、羊さんとかいるから羊さんとか見に歩いてんのかなと思って、あ、まあじゃあいっかと思って私もトイレ行って電気つけて、でも私はまだ寒いから布団の中に入ろうみたいな感じで布団の中に入ってぬくぬくしながら携帯いじってたら、いきなり隣でバーってテルマちゃんが起きてみたいな。で、髪の毛うつ伏せで寝てたの、テルマちゃんが布団かぶって、でね、髪の毛とベッドシーツの色が全く一緒で、テルマちゃんいないと思って
したら起きて、普通にさ人が寝てんのに電気つけてマジ最悪で、え起きてたのごめんとか言ってる。普通にあんなにおはようとか言ってさ、うん、なんか向いた瞬間にあんなになんか恐ろしいものを見る顔でこう朝から見られたら初めて見て、えちょっとだって後ろ向いたもんね私。えなんかあった。こういうことでしょ、私こうやって寝た。そう、あとで再現してよ、ベッドの上で写真撮ってあげる。こうやって寝た。そう、それで全部ピンクね、ちなみにここ。そうそう、マジ同じ色だったからびっくり。アイスを連れてきた。 Thank you。 アイス初ラテ、私はチャイティーラテ、チャイティーラテいただきます。ダダダンダン、本日の私です。こんな感じ。この帽子はセンスシスリー、テルマちゃんとお揃いのこのホテルで買ったミニティーを、子供の T シャツなんだけど、キッズサイズ。ちなみにこれ同じサイズです、はい、そう見えないかもしれませんが同じサイズです。サイズ入りますね。大丈夫です、はい、入りました。ホテルコラドの T シャツ着て、ギマガスのニットスカートにウーファスで、サマリーコペンハーゲンのニットバッグを持っていきます。テルマちゃんは、私はこれもう全然ベルシカだ。ベルシカ、これ結構私履いてない、うん、てか足が綺麗すぎ。ベルシカと、うん、これは忘れちゃった、ネットで、うん、普通に 家で履いてるんだけど、うんうんうん、これでいいやと思ってこのまま来ちゃって、で一緒です。はい、じゃあ行ってきます。バイバイ。今ご飯を食べにレストラン生に来ました。レストラン生、ちょっとカラデデイヤに来ました。最高だね。どこに陣取る？命がけのビーチ。7日かわいい。はい、ということでもうディナー、ホテルでディナーしてます。さっきホテルのプールに行ったりなんなりして、今回はすごくゆるく YouTube を回すということを言ったんですけど、すごく楽で本当にストレスフリーな旅を過ごしています。皆さんには物足りないかもしれないんですけど、今回ばかりは許していただいて、物足りませんか。私がもう全部アリサさんのオンリーファンコンテンツに差し上げます。お願いします。はい、もう全部物足りないなら、はい、あっ、出てるよ。1ミリも雨降らないって最高。最高。でもマヨルカってなんか降んないらしい。去年もなんかそれ言われた、全然降らないんだって雨が。ケミオくんが酔っ払ってないじゃん。好き、普通に超酔っ払ってる。私全然酔っ払わないですけど、いくらなんでも。なんでなんですかね。ちょっと飲みなよ。そういう日ですかね。わかんないけど。怖い。明日でも、あ確かに。今もなんかお酒頼んだんですか。ワイン。マイルズも酔っ払ってるって言ってました。普通にさっきさ、ボイスオーバーしてさ、レッツ回んなくて、ボニョンちゃんリップって一緒じゃなくて。大変だった。てかもうめっちゃ合間にめっちゃ仕事してるじゃないですか。いやいや、明日だからやんなきゃいけない。意識不明になりながらちゃんとモニョンちゃんにベベティントとか超言いづらと思う。ありがとうね、優しい。これやろう、私が楽できるように。そう、みんなアリさんの仕事を、はい、ねえ優しい、泣いちゃうよ。ルイセンバグってるか、私の番まだかな。確かに私の番まだかな。キハダマグロシーフード、これイエロー。あ、昨日食べたよ。食べた、あのなんかカルパッチョみたいな、うん、美味しかったですか。私は好きだった。はい、じゃあみっちゃんバージョン。はーい。これでみんなでやって試食取れる。2日連続ディナーです。ここです。イエーイ、みんな一緒。NEXT 中華じゃん。じゃあ回んなくても中華やっちゃうから。見たことあるですよね。思いついたな。乗り換えどうでした、よし君？乗り換えでも僕たちローマからだったので全然2時間ぐらいだったので超楽でした。じゃあ日本から来て乗り換えても来たいと思う。はい。
はい、ちょっと微妙な、嘘ついてる、いや本当に、はいはい、ネクスト、ね、逃げます、はい、ケミオくんオンリーファンズ、ケミオくんオンリーファンズ始めて、はい、ケミオです。私は今マヨルカにいるんですけど、なんかマヨルカって雨降らないらしくて、もう本当にずっと晴れてて、私日焼けして真っ黒になりたいので、見てください。めっちゃ焼けてるよ。焼けてるよ。焼けてるよ。ここら辺めっちゃ焼けてる。嬉しい。もっと黒くなりたい。本当にな。なんか美白美白って言うてへるけど。言うてへるけど。どの時代生きとるの？うちらが高校生だった時はもう真っ黒の方がモテたってぐらいやから、ほんまに。ね、それは間違いない。はい、もうメラニン吸収して美白なんか吸収してる時代とちゃいます。明日はですね、実は私たちはすごいスペシャルなデイが構えていまして、っていうのも、あの以前のアリサさんのね、皆さんがどれぐらいあのサブスクライブをしてるかわかんないですけど、去年サブスクライブしてた方はもしかしたらあのイビザの旅行の動画もご覧にいただけたんじゃないですか。その時に私たちが一番あの湧いていたイビザの、あのボートが今回あのマヨルカでもあのやるということが決まりまして、あの明日の朝からですね、1日あのボートの上で私たちはあの日焼けをしながら、韓国で有名になったさ、あ、ゲイのお話ですね、はい、カミングアウト明日もします。なのであの皆さんも明日カミングアウトしていただいてよろしくお願いいたします。はい、じゃ続いての方に、はい、マウス、コンフェッショナルビデオ、 Say something about like マヨルカAnd this trip. Say something for like. Oh, you are so shy, Kitty. Are you having fun? Yes. Yeah. Are you excited for tomorrow?Yes. なんかさっきアリサさんのことをすごいなんかあのシャラウトしてました。なんでなんで、なんで私ミスってんのそれ。じゃあアリサさんのこと感激のシャラウトですよ。はい、なんかなんかみんな日本語でお話ししてて、うん、なんかあれだけど、うん、なんかアリサさんはいつも訳してくれて、途中でなんか美容なセインページにしてくれて、なんかもう素敵みたいなこと言ってます。私もう英語出てこないと。もう無言で書いてやる。はい、ねえマイルス、はい。あの、じゃあね。じゃあね。バイバイ。はい、そんな感じでみんなが協力してくれて8分も動画が撮れました。なので私はもう今日は動画を回しません。おやすみなさい。このみんなが適当にしてるのめっちゃ可愛い。Oh my god. So this is what the fuck is happening, y'all. なんでみつ喋ってんの？羨ましい。イケメン。確かにかっこいい。今日はボートツアーに行きまーす。Are you guys excited? So excited! Supernova です。Supernova です。8時間ぐらいフルデイのボートツアー。イビザぶりですね。イビザぶりだね。楽しみ。よね、行ってきまーす。うちらの船かわいいし、なんかお皿がセットアップされてんだけど超かわいい。It's cute! やばい、最高、アカシャ、アカシャです。今からトライバルタトゥーを入れます。 It's beautiful. Is it Deya? カラヤン、カラヤン、カラヤン。島に上陸しました。じゃーん、めっちゃ綺麗、イエーイ。ビーチクラブだってさ、最高最高。プール、え、超かわいいんだけど、どういうこと、やばい、超かわいい、最高の。なんて名前のレストランでしょうね、これ。こちらはグランポリスビーチクラブ。はい、これ入れてんのすっかり忘れてた、マジで。これ入れてんの忘れてさ、平気でオラーとか言って。アカシャ、アカシャとか。やばい、本当。Oh my God! Yeah!
何お色直しか、なんかアリサさんがお色直しに行かれて戻ってきたじゃないですか、うん、ちょっと待って、これ、うん、なんかすれ違う時に、うん、ケビオくん、目死んでるから覚えてない、多分本当に死んでたんだよ、いや、あれだと Thank you あっつって、うん、ジャケットはあのアリオリをちょっとつけると美味しいよ。May I have a one more アリオリ？ One more アリオリ？ Yes. Why not? Thank you. ホテルアリオリって言うんですか？うん。アリオリアリ。アリオリア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 リ。うん。めっちゃ美味しい。One more plate later. Yay! Thank you. アリオリをつけたパエリアを食べると美味しい。おっしゃべし。みちちゃんどう？なんかなんか全然マイルドね。いや美味しい。よしくん美味しい？美味しいです。僕タイリア初めて食べる。あ本当？Oh my god。てかもうよしくんのビューがやばい本当に。マイルズ。続いてます。マイルズはシーフードが食べられないのでスマッシュバーガー。おお。Good? So good. 超美味しくない？アリオリ、アリオリ頼んだのに、アリオリ、アリオリ、アリオリ、私トライフルから隣にいるからデザイナーデザイナー隣にいるから、タトゥーが可愛いっていう、タトゥー可愛いなって話してた、次テルマちゃんに堀市隣にいるからさ気をつけよ、めっちゃ美味しい、This is perfect. I like them. Does it win like which burger is better? This one is really good. But it's just like you can drive it here. Me quieres, no me quieres. Ya claro que me dejes. Todo estaba tan bonito. I want it that way. せーの、ハレハレエエエ、ハレハレ、ハレハレエエエ、そうなんだなんだな、そう Let's go、ハレハレエエエ、ハレハレエエエ、いるな、ななななななな、今コラゾンに戻ってきて、今からディナーをします。イエーイ、うちらの抜けやばくない後ろ。Oh my god! Look at this view! It's so pretty! Oh, we're so pretty! 見てください! Yes! かわいいお姉さん。Thank you! 最後の朝ごはん。くなしい。最後のビュー。はい、アリサさんが。メインで運転してます、運転してますよ、しかもテスラ以外の車を運転するってなかなかね、テスラユーザーの方はあの分かると思うんですよ、アクセルの癖の強さ、うん、だからマジで久々とか3年ぶりぐらいかも、そうだからあの緊張しすぎて、うん、口が乾いちゃった、そう口が乾いちゃってトイレも行っちゃった、実は運転する前に、うん、お腹下っちゃった、かわいそう、私行きしは私青山テルマが運転した、うん、私青山テルマ運転したんですけど、ね、帰りはそう、さすがにちょっと甘えよっかなと思ったけど、そうじゃんけん私負けたんですけど、うん、ハリサーって言ったらいいよ、じゃあ私が運転するって言ってくれたので、けどあの もちろん後部座席もシートベルトはマストで見せていただいて、もちろんもちろんです、はい、死なないでほしいいただけたので、はい、死なないでほしいで、今みちちゃんと私とアリサのいいところをずっと述べてたんです、はい、止まんない、本当に止まんないよね、はい、優しい、頭がいいし、効率いいし、仕事ができるし、丁寧だし、優しいし、丁寧じゃないよ、人にあの与えるっていうことを、うん、本当に素で見返りを求めずにするんですよ、わかります、やっぱ人間どこかで求めてしまうと思うんですけど、はい、アリサさんはそれがすごい素でできてるから、その分たくさんもらってるとも思うんですけど、うん、それを先払いできるってすごい、いや本当にそう、やばい、これ何が起きてんの、確かにこんな四方八方から車が確かにここは集中しよう、ここは集中しよう、うん、誰かがなんか止まって、あだけど赤信号だよ、うん、だから大丈夫大丈夫、流れるからここから、そうだからアリサって本当に最高だよねって話をしてたんだよね、私たちが大好きアリサさん、
アリサと出会えて超ハッピー。なんなん。出会ってくれてありがとう。ありがとう、こちらこそ。話です。ね、あと私たちは本当にこの旅でずっとテルマちゃんと話してるんですけど、アリサさんのマインドがやっぱり最強すぎて最強、はい、本出してハッシュタグアリサの次にきっとハッシュタグ私の人生誰にも渡さないっていうやつ絶対あげない、私の人生誰にもあげたくないね。誰もあげない。もう本当にアリサさんもテルマちゃんもそれをずっと言ってるんですけど、私の人生誰にも渡さないっていうのはもう本当にお二人はその努力もされてるし、いやいや私はもう全然アリサがもう本当にそれにふさわしい。やっぱね、でも努力しないとやっぱ手に入らないと思います。だからよく私も例えば家族関係よしと仲良いですねとか家族と仲良いんですけどそれは憧れみたいに言われること多いんですけど、やっぱ努力してますもん、仲良くいられるためにはとか。うーん、大事だね、うん、思いやりも大事だね。好きって思ってるから別に努力とは思ってないし全然苦労とは思ってないけど、うん、傍から見たらやっぱりちょっとは寄り添って添いに行ったりとか、皆さんはそれを全てにおいて家族だけじゃなくて2人はできてるから本当にすごいって思って、私本当私生活ボロボロなんで、いや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 、ラウンドバウトです。こうラウンドバウトって言ってラウンドバウトラウンドバウトってぐるーってぐにゅーって回るの。ほんと厄介これ。すごい。どっちどっち、あーこっち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 、前についてついてついて、うん、ついてついて大丈夫。どっち、どこから行けんの、左折こうか、うん、ここ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 、怖い、全然待って待って全然いいよいいよ、でここから入んの、うん、そう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 、うん、ここからは高速です。一回止めます。ポートデソレルに来ました。ポートデソレルに来ました。はい、ということで今日は世界中のインフルエンサーを誘拐してあの歩き回ってる上野アリサさんに誘拐されてポートデソレル、ポートデソレルソレルに来ました。もし去年のブログもね見てくれたサブスクライバーの人がいたら分かると思うんですけど、ここなんとですねチンチン電車が真ん中を走るんです。そうね、すごいね、あの風情のあるっていう風情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 見てください、もう絵に描いたからのような、ねね、今から私らはご飯かな、ご飯を食べますね。ちっちゃいお店屋さんもあります。かわいいですよね、ミキハウスって書いてありますけど、観光地ですかここは。うん、けどやっぱさ、シーズンが始まってないからかな。なんか昨日のタクシーの運転手さんも、うん、なんかこっから2週間後ぐらいからもうすごいって言ってました。そうだよね。だからなんか You guys came toThe best timing みたいなこと言ってました、うん、確かに。で、ぼったくられた。はい、私たちそうなんですよ、タクシーぼったくられました、昨日。そう、38ユーロのところを95ユーロ払いました。で、マイルズなんてもうチップまで、ね、アメリカから来ちゃってるからもうチップチップとかって言って渡して、私は大丈夫だと思うよって言ったのに、はい、キミオくん世界の車窓から今どこに向かってるんですか。街見てください、ほらみんなビーチでもうほんと遊びくたびれて、はいはい、ジェラートゲット。ハラー、うん、私はストロベリー、私チョコレートヘーゼルナッツ、黒カンティーって味、うん、フレッシュ、バイバイコラゾン、バイバイみちちゃん、よしくん、バイ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 、なんでこんな寂しいの、またすぐ、はい、ホテルを移動してエスラコアルタに来ました。こちらのホテルはですね、はい、ウェルネス系のホテルになりますので携帯持ち込めないんです。嘘です。じゃあ
Japan. Yeah. Japan. Yeah. I love Tokyo. Oh, you're from Tokyo. はい、ということでホテルをエスラコっていうホテルに変えて、もうここすごい広大なんだけど、今朝からヨガをして、めっちゃ気持ちよかった。ヨガが終わって朝ごはんを食べに行きます。なんかこの旅行さ、全然 YouTube 撮ってないじゃん。でも私は撮らないつもりで来たんだけど、やっぱりちょっとみんなに見せたい景色がありすぎて。しかもこのホテルやばい、マジで。 This is not the typical breakfast buffet situation. Wait, I love, what are these? So cute. This is the Mayokan famous sweet. Oh, like a bread, yeah. This is so cute. Oh my god. やばい、蜂に取られた朝ごはん3匹入ってんだけど、怖い怖い怖い、やばすぎ。え、わかります。ここプールだよ、うちらの。やばすぎ。ということで、私たちはプールでずっとチルしてます。じゃあ私の YouTube 回してないんで仕事してもらおうか。あ、はい、皆さん、ということでですね、私たちは今もう、もう、オーマーガー、ごめんなさい、こんなことやったら調子乗ってていつかバチ当たり当たらない、うん、アリサさんが全然 YouTube を回されないので、皆さんもブチ切れますよね、普通に。私の方が回してるんですよ。おかしい。ということで、こちらはですね、こちらのホテルで、栽培されている、あれはワインですかね。なんだろうね。でも、うん、ワインだけじゃなくて、フルーツもそうだし、そう、アプリコットくれた。そうだし、で、すごく面白いのが、朝食を食べてるときに、こう、蜂蜜をこうご提供されたんです、ね。はい。でも、信じられないぐらい、信じられない。蜂が、うん、もう、もう全テーブルですよ、うん、全テーブル、もうブワーって言って、もうみんな普通にしてるんですね。で、なんでなんだろう、こんなに蜂がいてみたいな、みんな普通にしてるんだろうって思ったら、こちらで提供された蜂蜜っていうのは、もう多分その蜂たち蜂さんたちのもらっちゃったって、もらっちゃってるから、多分それをあれ嗅いだことがある匂いだって言って、みんな来た、皆さんが来てるって感じで、私たちは室内に避難しちゃったんですけど、ありがとう、ケミオくん喋ってくれて。もちろん、イエーイ、芸能界10年目ありがとう、トマトモテロ、大変よ、あー、かわいい、ありがとう、うちの時代には刺さるよねってアレスさん言うから、私の時代もこの時代よね、刺さるのよ、刺さるなよ、本当に。Oh my god, that looks so good. What is this? So good. It's so good. Chicken paella. Can I tap in? このいちごのクリームが丸コーヒーのクリームより美味しい。世界一美味しい。マジで。やばい。サウナして、水風呂して、あそこで外気浴してました。本当に最高すぎて。やばかった。あ、プールってそのプール？はい、私の周りに蜂だかカナブンだかが。カナブンだ。カナブンか。じゃあいいや。あ、うざ。います。はい、今シャワー浴びてですね、ディナーのレディーをしようってマイルズが言ってたので。ハロー、ハロー、ね、アリサの、フォーコーで見せたいから、ちょっと立ってみてください。すごく可愛いんです、アリサ、ほら、かわいい、かわいい、え、ケビオも超かわいい、え、嬉しい、ありがとうございます。 You smell so good. ねえ、私すぐそこのレストランだからってピカチュウ着てきたんだけど。いいですよ。見て、ピカチュウ着てきた。やば、かわいいですよ。かわいいですよ。うちらだって今日1日ビーチにいたんですもん。そうだよ。You look great. You look Yeah, let's go for a walk. ねえ、ハイウエスト。Can I take a picture?No. Absolutely no. Absolutely. Yeah, sure. Okay. で、私のテルマちゃん大好きなんです。私のテルマちゃんならね、マジトリックアートですよね。トリックアートだね。私がもう怪物さんに入れたい。Yeah. ゆっくりできました？うん、サウナ行った、めっちゃ最高だった。私の Vlog らしくなってきましたか、皆さん。Let's go for a walk. まずはあそこに写真撮りたいみたいな。Yeah, let's go, let's go. 今日もホテルでディナーです。私のお肌はすごく調子がいいです。何も、Yes, SK2 です。何も塗っておりません。お風呂上がり、スキンケアしただけです。
黒くてめちゃくちゃ可愛いわよ。じゃあこれで動画撮っとくね。あー可愛い。新しいデーティングアプリ用のパリ用に必要だ。それもく3, 2, 1。 マジ漏れてる。かわいい。こんがり焼けたケミオくんでした。すごいビューだよ。はい、マイルス。はい。Last night. Last night in Mallorca. I love Mallorca. I know, me too. I wanna come back. Mallorca. はい、イビサに到着しました。イビサのシックスセンシスに来ました。やばい、ここのビュー。わあ、この抜けがやばいですね。海です、これ。わかりますかね。海でーす。Farm to the table. Exactly. This view. Oh my god. かわいい。プールバーだって。プールレストラン。シックスセンシズのお部屋がやばすぎて、ちゃちゃ、うちらだけのバルコニー。スパに来たんだけど、サウナが最高すぎて、こんな感じで、しかも中からのビューはこんなビューで、ここはまあぬるめのお湯みたいな、でまあ冷たいシャワーとかもあって、こっちにスチームルームがあるんだけど、これがやばい。ちょっとね、開けた瞬間にもう湿気で終わるから、ちょっと何も見えませんね。でもこんな感じ最高です。はい、皆さん、まずこの BGM で私はこの動画を撮れるのかがわからないんですけれども、今回のスペイン旅行は、まあ、ちゃんと話してなかったと思うんだけど、動画を回さないって決めたの。なので、はい、動画を全然撮ってません。なんかテルマちゃんが可愛いことをしてまーす。それでまあ結婚式が終わって5日間で、私はここにスペイン旅行にね、あのハネムーンかと思いきや、もう団体旅行でみんなで来てるんだけど、いつも自分で言うのはあれだけど、まあ、丁寧なさ動画を撮るように心がけてるし、旅のいろんなところを切り取ってみんなのガイドブック兼なんかライフスタイルみたいな感じで発信できたらなと思ってて、けどもう超大変なので回すの、ぶっちゃけ。でも見たいって思ってくれてる人とか、自分もビデオの上がりがすごいそれで好きだし、すごいそれに対して見てくれる人がどんどん増えてって、すごい嬉しかったから、もちろんこれからも、いやもちろんやるんだけど、もう今回ばかりは疲れてしまいましてね、結婚式に全部魂持ってかれちゃったの で結婚式の後もああじゃこうじゃいろいろちょっとトラブルっていうか、まあなんかいろいろあって、またそれはゆっくり話すんだけど、それもあってちょっともう今回はモーメントを楽しもうと思って動画を全然回してなくて、ケミオくんとかもいつも一緒に旅行してるからさ、アリサさん動画回してなさすぎなんですけどみたいな感じで言われて、なので今回はちょっともう本当にいつもとは違って、場所とかもまあもちろん紹介できるところはテロップとかでここはなんだよっていうのは入れるけど、全部を切り取るのは今回はやめたので、日常 Vlog の切り取りみたいなのスペインバージョンみたいな感じになってるかなと思うんですけど、私は帰ったね、その次の日朝から WebCM の撮影があって、 WebCM の撮影が朝からあった夜に、その日の夜からモルディブなんです。でモルディブではいつも通りあのきちんと動画を回していくので、そっちも楽しみにしていてほしいのと、まあ、スペインも残りあと2日なんですけど、まあ、ちょこちょここんな感じで動画を回していけたらと思ってます。みんなにはあのこれをご理解いただけたらと思って、みんな理解してくれるって勝手に思ってるんだけど、そんな感じで今日からイビサスタートです。シックスセンスの朝ごはんが美味しすぎてびっくりね。やばいね。シックスセンスがさ京都にオープンしたのって知らなかったの。ね、行きたい。で、さっきコーヒー作ってくれてたお兄さんが先月そのオープンで京都に行ってたんだって。マジで知らなかった。なんかシックセンスの誰か連絡ください。待ってます。てかリゾート地にできるものと思ってたら街にあるんだ。ここに泊まる人は朝ごはん絶対つけた方がいいです。はい、ということで今支度が完了したので、今からみんなで街に行きます。私すごい黒くないですか。最高なんですけど、ちょっと待って、小麦肌のギャル爆誕。めっちゃ小麦肌。私めっちゃ小麦肌なんです。かわいい、かわいい、超かわいい。
かわいい。嬉しい。めっちゃ焼けた。そんな感じでイビサの街に行ってきます。はい、またこのお店に戻ってきて、ケミオくんが爆買いしております。爆買い中です。受けます、まあ、歩いてる景色ぐらいを撮っときましょう。今日のはこのワンピね、確か韓国のグロウニーで買った気がする。イビサのこのさ、オールドタウンが大好きで、マジ最高。もう本当に気持ちがいいです。最高です。みんな自由にやっとります。気持ちいい、めっちゃ気持ちいい。秘密のビーチに来ました。イビさんの友達に教えてもらったなんか秘密のビーチ、マジで人がいなくて最高です。水もめっちゃ綺麗。マイルズが泳いで、ケミオくんマジ焼けてる。でもバックのが焼けてるかも、前より。はい、今からディナーに行きます。ホテルでディナーします。レイバンの UV で実際酔っ払っててあれなんですけど、あの UV で、あのなんかサングラスになるみたいなやつ、ド入りです。もう私は今日アペロールスプリッツと白ワイン一杯飲んだだけでもこのベロベロなんですよ。やっぱ太陽って本当に強いんだなって。でも今日の私はすごく可愛いので撮っておきます。ちょっとクラブ行きたいなと思ってますけど、もうシャワーも浴びましたし、私だけですこんなに酔っ払ってるの。はい、今日最終日です。最終日はですね、イビサ、今日はこんな感じの洋服なんですけど、なんと、去年2回イビサに来た時2回とも来たこのアマンテ。やっぱみんなね、アマンテに行きたいって、すごい素敵な場所なのでアマンテに来ました。かわいいドリンクが来ました。かわいい斜め。はい、ということでアマンテに来てるんだけど、サンベッドが1個60ユーロなんだけど、サンベッド買って、でもなんか今日海がめっちゃ濁ってて全然なんか真っ暗で入れそうになくて、で日も絶妙にあってなんかすごいちょっと暑くてバテ気味です。というわけで今日で最後のイビサとなります。で昨日セファラに行ったらミルクのなんかプニプニのねティントがあるんだけど、それがなんと売ってて、ずっとアメリカから探してたんだけどなくって、やっとそれが買えたので今日塗ったらめっちゃ濃くついちゃって、でリップにも塗ってて、それをいい感じです。こちらです。こんな感じのプニプニ、あ、プニプニ、かわいい。まあ普通にこうやって塗ったんだけど、とってもいい感じです。私はこの後すぐ帰った次の日からモルディブなので、モルディブにもこれを持っていこうと思ってます。ミシェルチョイ、ミラミシェルチョイ、ミラビューミシェルチョイ。 But you have Michelle Choi's life in New York. Yeah, that's very true. I just need 2 more dogs and a man. Yeah. And a house.今ミシェルチョイの Vlog 最高って話をしてた。風がめっちゃ強いです。今ホテルに戻ってきてもうどうしようみたいな感じ。こんなに似てるのね、アリサのチャンネル、こんなに似てるのね、アリサのチャンネル。そういうメロディーなんだ。使うね、じゃあ。ありがとう。はい、今もうマヨルカイビサが終わりまして、私たちは今バルセロナにいるんですけど、バルセロナで9時間の乗り換えなのね。なんか遅れたくなくて、そういうのを選んで。で、9時間だから空港にスーツケースを預けて市内に来ました。で、バルセロナの空港から市内まで30分かかんなかったね。ね、全然すぐ来れたので、アメヤちゃんにおすすめしてもらったここをおすすめされてタパス屋さんで来ました。お腹が空いてるので早く食べたい。このフラット入ったオールユアーズっていうズオールナチュラルのお店があって、めっちゃ良くって、香水とかもすごい可愛いし、いい匂いなんかいっぱいあって、全部ナチュラルで、6万円分くらい買いました。